5時間30分に延長しました。とりあえずここまで遊ばないけど、これでいいか。向こうで何か失敗しちゃったのか。いらっしゃいです。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。ナナシさんがギフト応援アイテム何？ 10PT を送りました。ギフトありがとうです。
国貢献1位デンデンさんが 2000PT ニコに広告しました。広告ありがとうございます。おうちもおとぎの国遊んでたデータ残ってるから枠始める前に見てきたら大丈夫だった。その時のキャラと枠始める前にちょこっと残ってた石でガチャ回してみたら、初見詐欺 W さんはギフト応援アイテム何 10PT を送りました。初見詐欺 W さんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。シンデレラだけは当てられた。初見詐欺 W さんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ありがとうです。エースさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。エースさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。まあ、さすがにコラボイベでテンパラ側が難易度高いイベにしてなければ。ギフトありがとうです。ハローアコ25へのレス25コメさんさんいらっしゃいませ。4408ヤマさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。4408ヤマさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。4408ヤマさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。いらっしゃいです。ギフトありがとうです。猫が好きな一人が来場しました。
マスさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ありがとうです。おうちもおとぎの国を楽しんでたのかな。ヘタレダイオンさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ギフトありがとうです。ちなみに、オトフロドガチャは絶望的なので、カラボガチャはまだ引いてないのと、意志不足、処分。ゼロ、ウマ娘、トリティダービーが好きな一人が来場しました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。あと、オトフロは新章始まったタイミングでメイン、リベ両方ともボイス廃止になったので、この通りボイスがありません。ゼロ、アニメが好きな一人が来場しました。ニコケンさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ギフトありがとうです。始まる前はコラボキャラもめちゃ喋ってたから楽しかったんですけどね。
白雪姫って名前、マルガレータって言うんですね。あまり登場しないから忘れてた。ゼロ、ボシーヤオイディ、が好きな一人が来場しました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ギフトありがとうです。おとぎの国のこと、もっと知りたくなっちゃった。落ち着いたらまた案内してくれると。でボイス配信になった代わりなのか、イベトップに出てるキャラは3回クリックすると3通りの言葉を喋るっぽい。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ギフトありがとうです。和骨です。デンデンさん。ゼロ、グローランサーが好きな一人が来場しました。55へのレス。デンデンさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいです。
テンパラの王子ってそんな格好だったのか。ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。声とは一体デンデンさん。ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。コラボぐらいボイス復活しても良さそうなのにね。この力でみんなを守る。誰も傷つけさせない。こんなところね。トリルの歌声もっと聞いてみたいわ。向こうではここまで強くないコラボキャラわらわら。名無さんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。名無さんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。名無さんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ドロシー A、 ギフトありがとうです。ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。ナナスさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。
ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。穴はいつか閉じられる。それはどっちかがサービス終了したとき。ギフトありがとうです。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。ギフトありがとうです。オーチもおとぎの国を楽しんでたのかな。ギフト応援アイテム何。今度はオーチと2人でお出かけもしてみたいな。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。ナナシさんがギフト応援アイテム何10PT を送りました。小さなお手手でもできることはあるんだよ。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ギフトありがとうです。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。前へ進むんだって。ご依頼ありがとうございました。ゼロ、猫が好きな一人が来場しました。ギフトありがとうです。恋する乙女の力だよ。絶対な関西人さんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。絶対な関西人さんが
ギフト応援アイテム何 10PP を送りました。恋する乙女の力だよ。ありがとうです。小さなお手手でもできることはあるんだよ。前へ進むんだって。絶対騙されないよ。ご依頼ありがとうございました。乙女の力だよ。小さなお手手でもできることはあるんだよ。前へ進むんだって。絶対騙されないよ。ハロウィンの悪夢見ますか。バレンタインの邪魔をしないで。気をつけ。アルターパワー。ハロウィンの悪夢見まプレパラロースバル。これでも騎士の誉れ。これでも騎士の誉れはあります。これでも騎士の誉れはあります。恋する乙女の力だよ。ご依頼ありがとうございました。おとぎの国のこともっと知りたくなっちゃった。落ち着いたら。ゼロ、外配信が好きな一人が来場しました。私の物語お仕置きされたいのは誰だ。ナナさんがギフト応援アイテム何に10PP を送りました。ギフトありがとうです。インフェルノポン、新しいページを作るんです。これが私の真の姿よ。まあ、悪霊退散。全て捧げる覚悟はできてる。悪霊退散。悪霊退散。これが私の真の姿よ。インフェルノッポ、お仕置きされたいのは誰だ。新しいページを作るんです。すべて捧げる覚悟はできてる。悪霊退散。私の物語もここから始まる。ゼロ、悪霊退散。猫が好きな一人が来場しました。お仕置きされたいのは誰だ。ナナギフト応援アイテム何 10PT を振りました。寒冷祈願。これも私の物語です。ギフトありがとうです。これが私の真の姿よ。魔法の粉バンバン出てるよ。悪霊退散。悪霊退散。悪霊退散。全て捧げる覚悟はできてる。新しいページを作るんです。しかし磯ヶ谷みたいなダメージだな。デンデンさん、私の物語もここから始まる。魔法の粉バンバン出てるよ。地獄を超えてインフェルノパンチ。安寧祈願。全て捧げる覚悟はできてる。あなたの隣で立派なプリンセスになるわね。ナナシさんがギフト応援アイテム何 10PT を送りました。ナナシさんが
ギフト応援アイテム何？オーチも人気の国を楽しんでたのかな。今度はもうダメだ。あれですよね。敵の HP もすごいケタっぽいけど。ギフトありがとうです。またこの世界にも遊びに来るです。テティスさんがギフト応援アイテム何？ 10PT を送りました。テティスさんがギフト応援アイテム何？ 10PT を送りました。ということでこっちのは終わり。来場者数47名様、来てくださってありがとうございました。ゼロ、バイオハザードが好きな一人が来場しました。ギフト、たくさんありがとうございました。広告、ありがとうございました。ご視聴、ありがとうございました。お疲れ様です。おつです、でんでんさん。